リコです。アニアです。ミンク、ラテ、ティ、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、今回はなんとハロウィンメイクをしていきたいと思います。イエーイ。もう背景もね自分たちで飾ったんですけど、デコレーションしました、ね。ハロウィンっぽく。これもお揃いで。色違いです。そう。でなんと今回用意したのは全部100均のものということで、100均グッズだけで。そのハロウィンメイクは完成できるのかという、うんうん、やっていきたいと思います。プチプロなので皆さんもぜひうまくできたら真似してほしいなって思います、うん、それではどうぞ。じゃあ早速やっていきたいと思います。やっていきたいと思います。まずアイシャドウ塗っていこうかな。めちゃくちゃ濃い感じに。そう、アイメイクは全部落としたんですよ。ちょっとね2人の色味が違う。こんな感じの色味です。おお、紫っぽい。すごい発色がいいですね。わ、すごい、めっちゃ遊びいいんだけど。どういう感じにしようかな。だってアイラインをね、可愛くしたいの。可愛くしたらダメだけど。ダメだよ。あのアイラインをなんかちょっと独特にしたくて今考えてるんですよ。うん、濃くしないとね見えない。あ、ちょっともうドラキュラっぽくしようかな。こんな感じで。目殴られた人みたい。酒にするか。あ、鼻は赤くしよう。よし、ここでドラえもんじゃない。ここでティッシュ、このね、なんかのりみたいなのつけて。おお、どんなこれからなんだよ。ここ、あ、すいません、これからでしたね。ねえ、そっちのさ、赤色借りてもいいですか。どうぞ。入れます。はい、ありがとうございます。赤くしていく。その口はハマってるの。なんかめっちゃおにぎりみたいな三角になった。なんか赤ってだけで痛そうに見えますよね。完成しました。イエーイ、うん、完成。イエーイ、めっちゃ反応反応。はい、ということでメイク完成しました。じゃあまずポイントを言っていきましょう、はい、どうぞ。私はティッシュを使ったんですけど、まあ、まず縁取りは普通にティッシュでして、うん、中はこうちょっと薄くちぎったティッシュを貼って、赤だけ使うとなんかちょっと偽物っぽい感が出ちゃうので紫とかあざっぽいさとかを付け足して、うん、あとこっちの左目は一重にしてここのシャドウを濃く塗って殴られて腫れたみたいな目にしました、うん、私はここが傷でちょっとくしゃってしたちっちゃいティッシュを貼って、そっからまずアイシャドウを塗ったりして、うん、あの血のりを塗ったんですけど、もうちょっとリアルっぽくしたいなと思ってアイライン黒をちょっと入れてみました。めっちゃリアル。黒を入れてちょっとリアルにしました。そして口は唇をビーンってやって、目もビーンってやってちょっと跳ね上げメイクしてみました。こっちがちょっと傷でちょっと人間で、こっちがちょっと猫みたいな感じにしてみました。どうでしたか。結構難しい、うん、難しいし冷たい。考えてやるとあんまうまくできないから、うん、適当にパパパパッと。確かになんか手とかでやると結構いいかもしれない、ね、やっぱティッシュは使い勝手がいい。使い勝手がいい。皆さんもハロウィンを楽しんじゃいましょう、はい、友達と一緒にキズメイク、ハロウィンメイクしてみてね。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。くー